こんにちは、平野由紀子です。この動画は入門から初級に進むピアノを練習している皆さんが新しい曲を選ぶ参考にしたり、またつまずいているところをちょっと乗り越える手助けができればいいなと思って作成しています。こんな素敵な曲がありますよとか、こんな曲動画にしてくださいなどのリクエストはお気軽にコメント欄にお書きください。今日練習するのは舞い落ちる木の葉。どんな曲か聴いてみてね。右手と左手が交差してとてもかっこいい曲だね。まずそのポジションと調合から確認しよう。この曲はレから始まる二長調だからファとドに調合がついていて、その音が出てきたら必ずシャープになるよ。最初はレファラ531でファがシャープのところにセットして、右手もレファラファがシャープ、このポジションから左手が1オクタブ高いレに行くよ。レファラレファラレ、この場所をしっかり確認しよう。左手が高いレと低いレ、ここまでは一気に駆け上がるように。これを弾き終わったら最初のレのポジションに左手は素早く戻るよ。レのポジションは5の指をレにセットして、5-4-3-2-1-3がファのシャープで、レミファソラの場所のこと。すぐに戻って右手が音階でレミファソラと上って、その後は一緒に音階で降りてくるよ。それが1段目と2段目同じことが繰り返されているね。そして3段目では左手がラの音だけ、右手はミファソファミファミレミファ、指の番号だと2-3-4-3-2-3-2-1-2-3、これが2回繰り返されて、1回目はフォルテで力強く、2回目はピアノで柔らかくなるから、そこに注意して。柔らかく。1拍目の四分休符にも気をつけよう。左手をつけると、4段目は1段目と同じだね。最後はユニゾン。ユニゾンというのは右手と左手で同じ音を弾くこと。音階でレミファソラウンラソファミレウンとなっているね。転ばないように右左片手ずつレミファソラウンラソファミレとか、指の番号で5-4-3-2-1-1-2-3-4-5などと丁寧に練習しよう。そして右と左が一緒に綺麗に揃って弾けるように、最後は鐘の音のように4つの音、レラレファのシャープが綺麗に響くように、そして1オクターブ高いレラレファ、これはピアニッシモだから、ここから素早く移動して用意して弾くように気をつけよう。全部を通してみよう。
スタッカートやアクセント、スラーにも気をつけて練習しようね。それじゃあまたね。最後までご視聴くださりありがとうございました。今後も不定期ではありますが、新しい動画をアップしていこうと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。また気に入った曲がありましたら、グッドマークもよろしくお願いします。